最近中国のソーシャルメディアである動画が話題になり海外からも批判や疑惑の声が上がっているこの動画は日本が台湾有事に軍事介入すれば中共は日本に対して全面的な戦争を仕掛け核攻撃を行うと脅しているこの動画は中国法警司当局から転送されたもので中共は問題解決のための第一選択肢として核兵器を使用しないが おそらく日本は例外だと述べている動画では、初戦から連続して核爆弾を使用、日本が2度目の無条件降伏を宣言するまでとしている。動画は7月11日にスイカネットキグアの中国オンライン軍事チャンネルに投稿されたが、その後削除された。動画の作成者である6軍攻略のフォロワーは200万人を超えている。 麻生太郎副総理は7月5日、台湾有事なら日米で台湾を防衛しなければならないとし、台湾で大きな問題が起きれば存立危機事態に関係すると言ってもおかしくない、日米で台湾を防衛しなければならないと述べた。麻生氏のこの言葉に北京が飛びついた。後日、この発言について聞かれた麻生氏は台湾問題について、 当事者間の直接の対話により平和的に解決されることを期待すると答えた。台湾バイオテクノロジー開発センター会長で元中華民国衛生部部長、元立法委員のジョ・セイテツ博士は中共の日本に対する宣戦布告は馬鹿げていると述べた。大紀元の取材に対してジョー博士は中国中共は核爆弾を使用するというほど日本を非難している。 中国は自らを非常に愚かなレベルにしてしまったと語り、世界の笑い者になっている、馬鹿げているとした。ジョー・セイテツ氏は、台湾では台湾を一番応援している国はと聞かれたら、みんな日本と答える。台湾と日本は昔からとても友好的で、武力や罵声、威嚇に頼ることではない。私たちは真の意味でお互いに尊重し、大切にしているとし、その気持ちは本物である。 外交上上や経済のの理由だけでで行うものではない私たちが彼らを助けるのは当然であり彼らが私たちを助けるのも当然である」と述べた女子は日本が台湾にワクチンを送ったことに対し中共は非難するだけでなく台湾のワクチン購入を阻止しようとしているとし日本が台湾にワクチンを贈与すると言ったら中共は攻撃するとまで言ったと語った。 中共がこのようなことをすればするほど台湾人は日本に感謝し中共を憎むようになると女子は言う日本が中共政権に強い態度をとったのはアメリカのおかげであると女子は言うそれはバイデン政権が中共からの一連の脅威に対応するために同盟関係を重視しているからだアメリカは日本と内輪でいろいろな議論をした上で日本に名乗りを上げてもらったアメリカが後ろで 安心して台湾を応援してください。我々は応援する。日米同盟で軍事や国防で協力すると言っている。女子は、日本全体はすでにアメリカの超党派のコンセンサスと一致している。日本ではすでに台湾を支援すべきだというコンセンサスが得られていると語った。また、7月12日に発表された日本の年次防衛白書は、 台湾をめぐる情勢の安定は我が国の安全保障にとって重要だと初めて明記した。